ハット。ひがれるぞ。おい、おい、マジでひがれるぞ。おい、おい。どうなっちゃうの、このハット。なんで逃げないんですか。おい。ハットよ。減っちゃったな。鳩でも捕まえて食うかな。この鳥は子供だ。子供だびょん、うん、人間怖まねも町高校生でさ、体重半で、うん、車も怖まねもんな。あ、妖怪米巻きババアだ。鳩入れな。だったまって車どんどん通る半で逃げてらじゃ。いや、みんなもさ、こうしてあがってみんじゅうだ。んだ。うん。ねえ、いいな。かたましかみしちゃ。だな。米けじゅうもの。うん、米けじゅうで。うん。いいババイだと思って。うん。波動の仲間だと思っちゃうんでねえな。この人、米集める人だろうけど、うん、車だ。なんか足とかもう行ってまっちゅうな、この車だ。最後ぐらいお前はこんな狭いとこじゃなくて外に行って広い世界を見ておいで。木のとことかで、はい、うん、木なんで、ね、何、イチジク。イチジク。これ何、どうやって食うの。皮？編むってよ。そのまま編むってよ。嘘だべ、編むって食うわけねえじゃん。顔だもん、これ。皮で練った。中に、ね、パニコマイでね、菌が打ったよ。しかも一口で食うのよ。半分やってイチジクだよ、これってやってよ。じゃあ、見本見してけよ。これイチジクだって、これ皮ごと食うんだって、うん。ちょっと半分食って様子見せてみますね、中の。糸藤で来るなよで。トマト甘くて今取ったばっかりのやつ。うん、トモカグ甘いよ。なんでこう甘いだべ。ダメな、なんであれは毎日ションベ引っ掛けたはんでだべ。んだがむしゃみや、うん、おめめもの食べじゅうでござうん、メイトマトだ。うん、町高校さんの好きそうなほぼクリーム。ありがとう、ありがとう。なんで2個取るんじゃ。なんで2個取るんじゃ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。さあ、はい、食うよ。よかった、今食べないね。なんでよ。魚料理してて真っ黒。ああ、いいかな。イカサ、イカサもう虫群がってきて。食べることにする？食べることにするじゃあ。チコがほぼほぼクリームのシュー。いいな。いいのか悪いのか。よくクリームあったな。なんだ。ただクリームすぎだな。コーヒーも持って車もなく。
いいタイミングの電話。うん、美味しいな。めな。うん。美味しい。うん、クリームが。しむってくる。クリームね、皮だけそうなるね。食べるの。ちょっとバスねんで。ちょっとバスねんで。おお、バレバメ。くんってなるな。くんで、やめろ。食べるなんでやめろ。黒いのでくれ、はずまいです。やめろ。埋まるだ、母さんの手。クリームついで。おめえ食べさせるね、買ってきて。母さんと食べさせねずな、いじぱらすんだわ。こいつが寝ろ。あったあった、食べろ。コーヒー飲みて。あった。飯田さん持ってきたのはただ声やっただけなんですげーちゃんと乾杯したみたいなタイミングいいな、うん、あー株食いてくなってきたな。何やまあ株食いてまでいいじゃん。ここ株だおこいだ鼻つぶしてきて呼ばれるペットになる笑顔さちみやってが足にでもいいべ青い泳げだはんで足を食べあいでめ、うん、いいでもいいよ、何でもいいよ、うん、何がなのあれ何がだっけあれはわがねわがね覚えじゃばって手の口がいれば手の口がいればわがねあどうもこんにちは100歳目目外してだって枝豆も全部外してまったんですよ。枝豆外しても済んでんの、うん、豆済んでん。今収留したとこでや。あんだ、よかった。こんなメンズの皮剥げしだよ。いいですね。えい、どうぞどうぞ。これから仮装だ、これから。ありがとう。うん、どうも。いいな、ビール飲んで。うん、ビール飲んで。うん。ビール飲んで。ハハ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 ハうん、うめ何やチーズ当たり前だな、うん、当たり前だな。どうしよう、食べる。ミニブレーキランプ。はい、ということで、今から、ブレーキランプを取り替えてきます。ブレーキランプがなくなったっていうことでね、こんな簡単になくなるの、ブレーキランプって。ブレーキランプってそんな変えることあるっていう感じしますけど、変えることあるんですね。まあ車関連っていうことで、この車さ乗っちゅう時に、人の性格がわかるっていう、ちょっと心理学っぽいお話をさせていただくんですけども、この車って結構密室空間で自分だけの空間じゃないですか。そういうところでこう人って本性、出るんですけども、例えばこう運転してて前の車がおせがったり、なんかトロトロ走ったりここでこの言い方ではあの性格も完全に見えてきそうですけども、トロトロ走ったりしちゅう時に、なんかおせんだいんこなみたいな感じでこう言ったりする人、もうその人はそういう性格でございますよね、完全に。とか煽り運転とかもあるし、車乗ったら普段はおとなしいのに車乗ったら性格が変わっちゃうとか、
交通ルールを全く守らないとかあるじゃないですか。なんかそういう時ってその人の本当にこの本当の性格がちょっと見えてきますよね。例えば自分が急いでる場合とか、同乗者を急いで送り届けなければいけない場合とか、だからまあいろんな場面があると思うんですけど、その場面場面ごとにその人の性格が見えると思うんで、例えば同乗者が急がないといけない場合でも、なんかこうゆっくりなんかこう気ままに走ってる人とかっていうのは、まああんま人のこと考えない人のこと考えないって言ったらおかしいですけども、まあその人がどういう関係値かにもよると思いますけども、まあそういうことだと思います。だから自分急いでる時はもうすげえ焦りまくるとか、焦ってる時は前にトロトロした車がいればこうなんかこうめっちゃ攻めまくるとか、なんかそういうのとかあると思うんですけども、とか車道を車に譲らないとか、そういうのもありますよね。僕はちなみに、なんかこう自然にこう譲るとか、横からこうなんかショッピングセンターとかからこう道に入ってきたい車がいたら譲るとかは全然あるんですけども、なんかこうその無理やり、例えばその2車線の道路があるとして、無理やりこう入ってこようとした車があるとしたら譲りたくないですね。ぐんと前との車の距離を縮めちゃいますねっていう、はい、感じです。はい、まあ決算報告書見てるんですけども、僕なんかその会社から1300万ぐらい借り入れみたいな感じになってるっていう状態に決算報告書では書いてるんですが、僕借り入れた方がないんですよ。なんなら会社にお金を貸してる方向まであるんですけど、これまあ帳簿上そういう制度になってしまうのかどうなのか、どういうことって感じ、にゃーにって感じ、にゃーに。これ解決しようと思ってちょっとナタリスさんに LINE しちゃいました。これどういうこと、どっからどうなってどうなっちゃうの、これ何解決すればいいの、今聞いてるところですね。税理士さんにも聞いても、税理士さんはそうなるみたいな感じでしか回答ないので、ちょっと細かくその回答をお願いします。どこの部分がそうなってるのかっていうのを、回答お願いします。ちょっと僕の頭じゃ足りないんで文章で書いてもらって、それを僕調べながら噛み砕くでってみたいな感じで、連絡してるんで、このブレーキランプ直しちゃう間にもう問題が解決しない。どういうことや、いつ借りたんすや、わかねえ、借りてねえわ、なんちゅうことや、どういうことって感じ。さあ、しかも1300万円ぐらい、なんじゃそりゃ、いつの間にそんな現金レシ全部支払いすぎて、じゃあはずなんだばってな。そうかも、別に何不正しちゃうわけでもねえし、普通にやったったっけ、普通に金借りてらっしゃなかった。どういうことか、これは聞かなきゃいけないですね。はい、ということで帰るか、まだブレーキランプ見てみてねばって、ちょっと帰ったら見てみよう。